皆さんこんばんは。明治43年に旧筑紫駅として開業し、昭和29年に現在の名称に変更となった趣のある木造駅舎チップ別駅よりお届けしております。僕たちはチップ別駅をはじめとした留萌本線の駅舎を活用したイベント企画や駅舎の清掃活動などを目的に活動しているチップ別駅保存会です。このチップ別駅をはじめとした留萌本線の駅舎は2年後の2026年3月末をもって廃線が予定されています。周辺住民の方々や鉄道ファンの皆様などとともに廃線まで最後の思い出作りの場を作っていきたいと考え、保存会を設立させていただきました。昨年は地域の農家さんをはじめとした町民の皆様や周辺地域おこし協力隊、キッチンカーオーナー様などにご協力いただき、チップ別駅舎を活用したチップ別ハロウィンステーションというイベントを開催させていただきました。駅舎前には町内農家さんが育てられた約3000個ものかぼちゃが所狭しと山積みにされ、子供から大人まで楽しめるイベントとなりました。残る2年、ここからが保存会本格始動ということで、さまざまな企画を通してチップ別駅と留萌本線を盛り上げていきたいと考えています。少しでも僕たちの活動を応援してくださる方がいらっしゃれば、お気軽に公式 X や Instagram にてメッセージをお待ちしております。空地エリアに訪れる機会があれば、チップ別駅をはじめとした留萌本線の駅舎にも寄り道していただいて、ローカル線ならではのノスタルジックな魅力を感じていただけたら嬉しいです。チップ別駅保存会でした。ありがとうございました。